はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回もですね、アシェットの週刊アルカディア号を作る、こちらの41号、左舷艦隊の組み立て4の作業をやっていこうと思います。はい、というわけでね、前回から引き続き左舷の艦隊なので、チャキチャキやっていきましょう。はい、でまずはこのパーツ、このパーツの裏側に、この接続部品を取り付け、胴向きで取り付けて、このネジで固定してあげます。よいしょ、よいしょ。このね、船体パネルは金属部品になるんでね、金属用のビスで固定します。よいしょ。こことここの2箇所をネジで固定してあげて、はい、で次に、このパーツをここに取り付けて接着になってるので、この突起の位置を合わせてパコッとはめ込む、なんでこの突起の受けの穴のところに瞬着入れてあげて、瞬着を入れてあげて、で位置を合わせてはめ込むと。はい、こういう形で入れてあげます。でちょっと不安やからこの辺にも足しとこう。はい、こんな感じで取り付けてあげたら、次に、この表側にこのパーツを取り付けるんですけども、裏側にね、番号が振ってあるんで、この2と3を取り付けるんですけど、3がこっち、ここ。ちょっとね、これが何の部品なのか、ちょっといまいちよくわかんないんですけど、ここに3番って書いてある方。あれ？あ、向きが逆。こう向きか。よいしょ。向き間違えたらね、ネジが入らないので、よいしょ。で2って書いてあるやつをこの真ん中にセットして、これもネジ止め、よいしょ。はい、こういう感じで2つ取り付けてあげます。であとここに、スチールブロック、この磁石とこの金属の塊があるんで、こっち側にスチールブロック、よいしょ、手についた、こっち側にスチールブロックで、合ってるよな、こっちが磁石だな。はい、でこっちの蓋の方にこの磁石を取り付け、でこの磁石はね、特に極性は関係ない、相手がスチールブロックなんで磁性がどっちだろうとくっつくので、ここに瞬着入れてセット、はい、こんな感じで取り付けてあげます。はい、そしたら一旦これは置いといて、次に、前回までで組んだこの2つの船体パネルを出してきて、これを合体させます。で合体させるのはここの部分ですね、ここの部分でつなげてあげて、ここを固定、よいしょ。はい、こういう形で固定した上で、この上からこのパーツをここに合体、こういう形で合体させたら、裏からネジで固定。これもね、なんかね、色がね全然違うんだよな、パネルごとに。なんか前回のコメントのとこでもね、やっぱ僕以外の人でもちょっと色に違和感があるなって言ってる人がやっぱりいらっしゃるみたいで、どうなんでしょうか、これは。よし、はい、こんな感じで、取り付けてあげますね。ここだけ色が違うんですよね、こんなもんなんかな。はい、で、これはね、とりあえず取り付ける指示はないんですけど、まあここにつくんで、ここにつけときましょう、その辺に置いておくとなくしそうなんでね、こんな感じ、
これで、今回の作業は終了になります。はい。で、次の42号。42号では、ラム収納庫の組み立てってことで、まあ、この先頭のここの部分ですね。これの前側のどこら辺までやるかわかんないですけども、その辺の作業をやっていくっていうことみたいなので、また来週も作業やっていきますので、続きが見たいと思っていただける方は、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。